世界人口が70億人を超えた現代、老若男女が抱える悩みは十人十色。しかし、たとえどんな悩みが訪れようとも、今やスマホ検索さえあれば何でも解決できるんです。吉本検索芸人お悩み解決。どうも、検索芸人の GAG 少年学団です。お願いいたします。多分僕らのことを知らない方ほとんどだと思います。確かにね、ちょっとだけ僕らのことを言っておきますと、はいはい、キングオブコント準決勝8年連続行ってます。あんまり言わんといて。決勝行った人とか言うことやから。あ、そうや、準決勝誇ることじゃないわけ。準決勝8年連続行ってるね。お嬢さん2人ちょっといいですか、軽い撮影やってるんですけど、ちょっとだけちょっと一瞬も2分ぐらいで終わり。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってチームよかった。あ、ありがとうございます。女子高生とかですか。こんにちは。今度は何年生ですか。3年生。じゃあもうここ卒業の年とか。なるほど。もう卒業後の進路とかありますけど。夏休みにオーストラリアに行くんですけど、ほう、でそこでいい感じだったら行こうかな。あ、なるほど。何か例えばそのね、オーストラリアに行った時に何か心配なこととかあれば。オーストラリアの虫、うん、虫が苦手なんですか。あ、じゃあオーストラリアで気をつけるべき虫を。分かりました。オーストラリア虫気をつける。出ました。はい、出たよ。オーストラリアで気をつけないといけない虫がいます。ジミージミー。あ、ちょっとすいません、間違えてますね。ニジーですか。読み間違いだよ。すいません、すいません、ニジーです。読み間違い、読み間違いです。これが、あの蚊みたいな虫なんですけど、なんか刺されたら、あのむちゃくちゃ痛いらしいんです。これは気をつけんと。痒すぎて、もう刺されたらどこが痒くてわからなくなる。え、どこが痒いかわからなくなるぐらい痒いらしい。対策法はあるんですか。対策法は結構簡単で。あ、よかった。虫除けスプレー。結構簡単でした。よかったです。絶対必要や。これでいける。原宿にもいっぱいドラッグストア的なありますから、すぐ買って帰れますから。ぜひ気をつけて。今日はお買い物途中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。解決しました。吉本検索芸人配信中。気になる動画を今すぐ検索。